近藤慶太郎3月25日から2002年2月1日は日本の作家。三重県四日市市生まれ。第一東京市立中学校を経て、東京美術学校に本画家卒業。戦後、千葉県鴨川で1年ほど漁業に従事する。その後鴨川中学校の図工科教師となり、教職の傍ら創作を行う。百五十二年、遭難を、 早稲田文学に発表して、デビュー、1956年、天船で、芥川賞受賞。第3の新人の一人に数えられ、阿川博之、吉幸淳之介、安岡翔太郎らとは修正親しく付き合った。愛犬家で、中学生の頃からの日本犬保存会の会員であり、鴨川で家を建てた後は、発色犬舎という犬舎号を登録して、 芝犬や奇襲犬の繁殖を行いの上康氏、遠藤修作ら作家仲間に芝犬の子犬を譲ったり、安岡翔太郎に奇襲犬の子犬を世話したりした。小月でも知られ、囲碁騎士の坂田坂を描いた、勝負師一代がある。1960年代からは、公職通俗小説をもっぱら書いていたが、1972年より、少女ルテン。 横山大観を中央公論に連載、また同年より発病した妻が翌年癌で死ぬと、その様を描いた詩小説、美少を小説新調に連載、以後作風に変化をきたし、美術物、犬に関するエッセイなどを書き、1988年、奥村特有で読売文学賞受賞。ありがとうございます。